北朝鮮が南北対話を受け入れる方針を示したことについて、日本政府は、今後の北朝鮮の出方を注視する方針です。米国、韓国と連携し、北朝鮮に対する圧力を最大限に高め、北朝鮮の政策を変えさせていくことが重要だろうと考えております。政府関係者は、北朝鮮の出方を見極めるいい機会だと強調しました。また 来月のピョンチャンオリンピックの期間中、合同軍事演習を延期することで米韓首脳が合意したことについては、北朝鮮に息継ぎをする機会を与えたのではないかという認識を示しました。